浮気よけも男が多分彼女の体とかに触ったら呪いが発動するような、うん、お供物とかあとその宝物が突然バーンと檀家さんの方に飛んでったり、うん、あと釣り道路がガシャーンと落っこちたりっていうのがすごい一気に起こったことがあったっていうんですね、うん、なんか島さんこれなんか下になんかノリ入ってますよってか何って言ったら細かく刻んだ髪の毛があったっていうね、うんうん、さあ続いてのコーナー参りましょう。初耳ショート怪談です。こちらのコーナーはですね、スタッフさんが実際に街に出まして一般の方から集めた怪談、さらにですね番組に寄せていただきました短めの怪談を怪談師の方が1分ほどのショート動画で紹介をしていくコーナーです。では最初のショート怪談見ていきましょう。初耳ショート怪談。学生時代の時のお話です。僕が通っていたのは男子校なんですけどね、クラスでふざけて祭壇を作って、で、勝手に神様を作って拝んでたり、遊んでいたりしたんですよ。トイレットペーパーの芯に目と鼻をつけて、後ろに神って書いて祀っていたんですよね。で、みんな、その神様に向かって、明日のテスト簡単でありますようにって言って勝手な願いをずっと言ってるんですよね。で、3学期のある日なんですよ。その祭壇がめちゃくちゃに壊されて、ゴミ箱に捨てられてたんですよね。ただその頃にはみんな飽きていて、まあいっかなんて言って気にしてなかったんですよ。その翌日なんですよ。クラスの男子3人が骨折をしてしまうという怪我をしたんですよね。それだけじゃない。みんな首周りが赤くなっていて、ミミズバレみたいにぐるっと一周、赤い首輪をしてるみたいって言ってる人もいました。噂なんですけども、この3人が例の神様を壊したメンバーだったんじゃないかって言われてるんですよね。それから十数年なんですけども、クラス会が行われて、その時に聞いたんですが、その三人が一昨年、同じ日に亡くなってしまったそうなんです。もしかしたら私たち、クラスでたたり神を作ってしまっていたんでしょうか。ちょっとタックさん、なんかニヤニヤしてます。最後のちょっと余韻がなんか、どういうつもりなんだろう。ちょっと笑っちゃいましたけど、はい、さっぱりもしてましたしね。よりガンジーっぽくなってましたね。確かに、あ、ね、本当だ。あ、そっか。だからこの話に通ずるものありますよね。そう言ってたらどんどんそっちに近づいてっちゃう。そういうことか。いや、なんか僕ね、あの、そういうことかっていうのもあるけど、そのちょっと思ったのが、まあそうやってみんなで勝手にまあ神様を作り上げたって言ってるけど、うんうん、そうやってみんながどん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 日々こう願いをこう言って崇めてたってことによって。うん、それ自体がっていうか、その辺にいた例えば低級霊みたいなのがこうそこに入り込んだみたいなパターンもあるのかなとか思ったりもしたんですけど、お寺とかだったら、ね、そうですよね、信仰するというか、そのあれですね、お寺とかって崇める対象はご神体というんですかね、木でもあるしとか物でもあるしみたいな、そこをこのなんかそこに宿るっていうじゃないですか、だからそっちなのかもしれないですよね。本当に何か物に対してここに神様がいますよって言ってるうちに本当にそうなったみたいな。私の知り合いの女の子が、彼氏が出張に行くっていうんで、なんかこれ持っててってお守り渡されたらしいんですよね、うん、これ俺だと思って大事にしててねって、俺がいない間、うん、分かった分かったって、あ、やけどそういうこと信じてる人なんだと思いつつも、まあ、そう言われたんで、結構1ヶ月ぐらいの出張だったんですけど、もちろん大体、ね、男の子とも遊ばずにその守り持って、しっかり待ってて、で帰ってきた日に2人で、まあね、久しぶりって言ってお祝いをするわけですよね。ホームパーティーみたいな感じで、でそれが終わった後に、まあ、ソファーに座って、もう浮気とかしてなかったよねみたいな、なんかイチャイチャモードみたいな、してないよって言って、本当に本当にとか言って、こう彼氏がね、まあ、ソファー横に座りながら体触ったら、うわっっ、あれ、あ、え、あ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 、パンパンに顔が赤く膨らんでですね、うん、でも舌ももこもこって膨らんでしゃべるんですよ。おお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 コンロの火でバッて燃やして、うん、って思って見てたら、そので振り返ったら彼氏の子すっきり元に戻ってた、うん、あ、ごめんごめん、これ俺が帰る前にも処分していいよっていうの忘れてたわって、うん、で彼女はもうちょっとこいつやべえと思って、それ以上聞けなかったんだけど、まあ私とかにね、あの、その話を聞かせてくれて、まあ、明らかに
浮気よけの男が多分彼女の体とかに触ったら、なるほど、その呪いが発動するような、うん、彼お手製の、まあ、神様というか自分が作ったお守り、うん、でも効力発揮してで自分に来た時にかかっちゃうんだ。一応そこまでの精度はないんじゃないですか、無差別に攻撃するように。はあ、まあ、1ヶ月あったらそれで忘れちゃうかもしれないですね。でまあ神様もそうだし、自分たちで作り上げて効力がねこう発揮されたものとかありますけど、やっぱりお参りとかお願いとかしてると、やっぱりその後生贄だったりとか捧げ物だったりってしっかりやらないと逆に良くないって話はたくさんあるじゃないですか。だから今回そういうパターンで、ね、無限に扱ってぐちゃぐちゃにして捨てたからその3人に来たっていう説もありますけど、もしかしたら別の誰かがその3人のことが嫌いで、あの3人がひどい目に遭いますようにってお願い事をして、うん、それを見た3人がおいふざけんなよって言って願いが実際にこう実現されたとかっていうことも考えられますしね。なんかもともと多分空っぽで何も入ってない、何にも神様とか何もない空洞というか本当空っぽのところをあがめてっちゃったことによっても、皆さん同じだと思うんですけど、そこにいろんな願いというか自分たちの念が集まってきちゃって、幽霊とかそういう霊体っていうよりもそういうなんかまがまがしい神様っていう存在を作り上げちゃったのかなって思って、もともとは何にもないところだったんだろうなと思って、あの神様って皆さんこうなりますようにああなりますようにって手合わせるじゃないですか、はい、うん、でも一歩間違えるとすごく怖い神様になる可能性もあり得ると、うんうん、であるお寺でその檀家さんとかがたくさん集まって、で神様を下ろす作業をされていたと。でお坊さんが何人か並んで、でお供物とかある中で手を合わせていたら、突然そのお供物とかあとその宝物が突然バーンと檀家さんの方に飛んでったり、うん、あと釣り道路がガシャーンと落っこちたりっていうのがすごい一気に起こったことがあったっていうんですね、でその釣り道路の一個がその下にいたお坊さんに当たったんですよ、うん、で、まあ、怪我をされたということなんですけど、実は朝一番上のそのお坊さんが今日たくさん信者の方が来るから見栄えを良くするためにお坊さんをたくさん集めてって、適当でいいからお坊さんじゃなくてもいいから座らせ、適当に座らせとけっていうので一人ジムか何かで来ている人にその袈裟を着させて、しかもその方ってかつて自殺未遂をしたことがある方だったらしいんですね。でその方を適当に座らせて手を合わせてそこにいたところ、上からもうドーンと落っこちて、もういる大根だとかもういろんなものがもう落っこったり飛んだりって大騒ぎになって、これは大変なことになったということで、まあ、今結局そこはあの詐欺まがいのことをたくさんやっていて、今もうハイデラになっちゃってるっていう、実際にそこだったんだ、もうそもそもが。だから神様をその、ね、無限に扱うというか、そういうことをすると罰が当たるんだなっていうのを目の当たりにしましたとおっしゃってましたね。怖い話でしたね、ありがとうございました。さあでは続いてのショート動画に参りましょう。初耳ショート怪談です。会社の A 子先輩とはとても仲が良かったんですが、そこに配属されてきた男性と私が付き合うようになってからは急に冷たくなっていきました。それ以降たびたび A 子先輩は卵白がふわふわ浮いたような灰色い飲み物を入れてくれるようになったんです。美容に黒ごま風味のソイラテだっていう風に説明されていたんですが、彼氏がある日変なことを言い出したんです。その飲み物を入れている時、 A 子先輩紙のようなものを入れていたって。不穏に思った私はその現場を録画することにしました。そこに映っていたのは、いつものようにコーヒーを入れた後、ポケットから何やら和紙のようなものを取り出して、それをコーヒーに混ぜ入れる先輩の姿。入れながら、あの二人が早く別れますようにってブツブツ唱えているんです。そしてその和紙には、はっきりとした文字で、死ね、別れろって書いてありました。それ以来私は体調が悪くなり退社、彼氏とも別れることになりました。はあ、谷さんいかがでした？溶ける紙があると。でもオブラートなんかだったらもうね、オブラート捨てちゃうでしょうし、まさに呪詛ですもんね、うん、でもああいう、どうですか吉田さん、そういう何か紙に書いてそれをね、うん、でもなんか
溶け出させてそれを体に入れさせるってなったら何か効力発揮しそうなもんでもありましたよね。まあでも発揮されてないことはやっぱ呪詛なんてないんじゃないですか。ねえ、信じてるんですか。あのどっちで行くかだけ教えて。食べ物に呪いを込めるって実はいろんなところでされてんちゃうかなっていう怖さがあります、ね、もう今の話は明確にその神にその呪詛の言葉を書いてっていうことですけど、あの僕知り合いの人が、子供の頃におばあちゃんにめちゃくちゃ美味しいポーチドエッグを作ってもらってたらしいんです、うん、ポーチドエッグって落とし卵ですね、なんか沸騰したお湯に卵生卵を入れてボーンとこの なんていうかな、目玉焼きを焼いてない感じ、うん、あれがめちゃくちゃ美味しかったって思い出があるらしいんですけど、でだんだん小学生に上がっていってでおばあちゃん家に行っていつもポーチドエッグがポーンと朝ごはんに出てくるんですけど、ある日おばあちゃんの部屋汚いなっていうことに気づいたんですよ、うん、小学生に上がってきたから、はい、あれおばあちゃんの部屋こんな汚かったっけって、なんかゴキブリホイホイとかいっぱい置いてあったりとか蜘蛛の巣貼ってあったりとか、でこのポーチドエッグってどうやって作ってんだろうと思って冷蔵庫開けたら全部賞味期限切れてて、うわ怖い、で卵生卵とかも絡まれて緑色の液体が出て、これ食べさせられてたんやっていうことに気づくんですよ。でこのおばあちゃんっていうのは実はその父方の祖母なんだけど、その言うたら嫁、お母さんのそのなんていうか出自が気に食わない、その嫁から生まれた子供にどういう嫌がらせをするかっていう、孫に対しても っていう話を聞いたから、食べ物でなんか仕掛けるってあるんやろ、体にね直に入ってくるんだからやっぱ一番影響出そうですよね、めっちゃ影響出ますね。あと太陽のは料理作る側もそうなんですけど、あの最近聞いてというか学んで面白いなと思ったのが、お母さんとかが作る手料理が美味しく感じるじゃないですか、はい、あれでよくおまじないの言葉みたいな、美味しくなあれって言うと本当に美味しくなるんだよっていうのとかあるじゃないですか、あれ本当なんですよ、あれもう実感できるんですよ、っていうのもあれ美味しくなあれの時絶対混ぜません、美味しくなあれ混ぜるじゃないですか、でカレーとかってやっぱ混ぜると野菜とかが溶け込むんで味がしっかりするんですよ、ただ逆に特に混ぜずにパーって作ったものと比べても作った時間全く同じでも美味しくなあれって言った方があの味が良くなるみたいなの、これ本当で、で逆にただちょっと不思議なのが料理ってめちゃくちゃ感情に左右されるんです、はい、もうお母さんがすっごい怒ってる時の料理ってしょっぱくなかったですかって聞いたらしょっぱかったって答える人多いですよ、怒ってる時にっていうのもこう塩振る時とかで怒ってるから激しくなって味が濃くなるとか出る量が増えたりとかするわけだ、意外とこのデリケートな作業だからこそ味に変化があるみたいな、だからちょっとでもそういう卵もそうなんですけどなんか味おかしいぞと思った時、その作った人がどんな人かみたいな、これちょっとそっち見た方がいいかもしれないですよね、ちょっと包丁でもねやっぱこう機嫌がいい時と音違います、イライラした時も音全然違うでしょ、台所から聞こえる音でこっちドキドキするんですよ、そんなあるある自分の部屋をってカーン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 釘打ってんのかみたいな時ありますよね、シンクに入れるねあの洗い物の音から違いますよね、わかりますね、私でも自分で料理作ってるんで、あ、そうなんですか、いつも逆に私気をつけます、あの怒ってることをゆっくりゆっくり、なるほど、ね、それが大事かもしれないですね、まあ、気持ちは入りますよね、ちょっと怖いですね、怖い、こういう呪いの方法があるのかもしれない、あの僕は以前話したかもしれないですけど、ほらあの仙台の方にねライブに行った時に入り口でファンの方が入り待ちであのタッパーを渡してくれて、肉じゃがです手作りですって、ありがとうございますみたいな、でまあちょっとさすがになと思ったんで後輩に食べていいよって言った後輩が、おなんか島さんこれなんか下になんか海苔入ってますよとか、何って言ったら細かく刻んだ髪の毛が入ってたっていうね、ことありましたからね、怖っ、そう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 、どっちか分かんないですよ、自分の一部を食べてほしいぐらい好きでいてくれたのか、いやどうなのか分かんないですけど、いやでもこう口とか噛むって愛情表現の最大級とかじゃないですか、動物的に言うと我が子をグーって噛むってね、ワンちゃんとかもそうなんですけど、動物的にその愛がうわってだから食べさせたいとかっていうのも愛情表現なんで、だからそういうことするんでしょうかね、食べさせたい、細かく刻んだ髪の毛は消化されずに内臓に刺さるっていう、説もあるので、いやいやいや、でもそれやったらチラシ寿司にしたいかったもんね、肉じゃがに海苔入れるんですよ、確かに違和感、ちょっと
と爪甘かったな。甘いっすね。ああ、なんでそっち側の味方なんだよ。肉じゃがにの爪甘いとか言ってややこしいっすよ。なんか今、ね、体の食べ物の話なのかなってなっちゃってるから、爪が甘い、爪が甘い、爪が甘いって話なのかなっちゃったわ。あ、爪が甘い、うんうん、抜き喧嘩するわ。でもやっぱこうね、食べ物ってこう実際体に入れるもんですからね、そこでもし呪いなんてのがあると、うん、めちゃくちゃ作用しちゃいそうで怖いなと思いましたね、うん、はい、ありがとうございました。というわけで以上、初耳ショート怪談でした。さあ皆様いかがだったでしょうか。番組ですね、皆様から随時不思議体験募集しております。個性的な怪談に揃っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日のゲスト、怪談サークルトウモロコシの会会長、吉田裕貴さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。